はい、マスオ TV です。今日はマインクラフトパート8ってことでね、今日は冒険していきたいと思います。初冒険、では行ってきます。シングルプレイマスオ TV、 はい、来た。はい、ってことでやっていきたいと思います。もうね、冒険の準備こんな感じで揃っております。どうでしょう、ステーキ7個、鉄の剣なんかも持って出かけたいと思います。でね、意外とこの家のすぐ近くにその冒険できるようなところあったんで、ちょっとそこ行きたいと思います。これは出しとかなきゃな。よし。いや怖い。実はね、ちゃんとした冒険初ですよ。今までね、逃げ回ってきましたから。いや怖い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 。あれ、こんだけ何にもなかった。ちょっとショックなんで、次本当にずっと前見つけたところ行きたいと思います。よし、行きたいと思いますよ。どん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 冒険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 。こっからしたらもう冒険です。僕怖いな。よし、ちょこっとだけ進んでみたんですよ、実は。でも怖くてすぐ戻っちゃって。よしよし。牛落ちてたのか、こんなところに。やっべえ、これでかい。ここね、何回も殺された。うわ、来たー。うわ、やばいやばいやばい。うわ食らった。やばやばい。うわ、食らいすぎ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 。こいつ強すぎ。何なの、やばいやばいやばい、やられすぎ。くそ。どうしよう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 。肉、おし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 、ざまーしゃ。やべ、超食らった。やべ、もう何発か食らってたら僕死んでましたね。これみんなが匠って呼ぶやつですよね。逃げよう。怖すぎる怖すぎる。なんちゅうところに来ちゃったんでしょう。さあ冒険していきます。よしよしよし。途中まで行ったんですよね、やられながら。よしよし、でかい洞窟です。よし、よし、うわ、来たー来たー。やばいやばいやばい。逃げろ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 。あいつはおびき寄せ作戦の方がいいような気がする。来い来い来い、あんなところ死んじゃうって一発で言ったら。しゅういういうい、はい、死んだ。骨ゲット、ありがとう。でもまたいた、もしかして。うわ、うそんうそんうそん。最悪、カモン。お、何こいつ、ちょっとかっけえんだけど。初めて見た。よっしゃ。お、クマか。いいわ。あ、何にもなかった、ここ。もう一方の道ですね。やばい、これちょっと回復しなきゃな。これでベーグドポテト、ここで食料回復しとかなきゃね、死んじゃうから。やば、結構体、うわ食らいまくってやんの、これ。今の僕の状態です。落ち武者にもほどがある。やば、これ
いや、守ってくれてんなこれ。よし、じゃあ行きます。結構広くないですか、この洞窟。うわー、また広がったよ、おい。嘘。予想以上のデカさ。マジっすか、学園。マジっすか。すげえ。でけえ。怖すぎる。ちょっと一旦逆側も行ってみましょう、逆側。パパ、どこだ、どこだ。こっち、なんか地上に出られそうですね。何こいつ、何この金色のやつ、何これ、何こいつ、何こいつ、バイ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 、よしこれ防具つけてるの、よしよし回復、回復しよう、ちょっと抜けてみよう、よし、せー、何今の、何あんな防具つけてる奴らまでいるんですか、知らんかった。ここはここで終わりですね。広すぎるぞ。どこに繋がってんだろう。家の横じゃーん。なんと家の横のこの穴から僕はあそこまで行っていた模様です。なんとこんな水のところからこんなでかい洞窟につながっているとは誰が予想したでしょうか。はい、ということでここは ここまでで終わりですね。よしよし、ということでこの洞窟つながっていくところはやっぱりおっとこちらのようですね。どうやって進んでいけばいいんだ、こんなところ。石か、石を置きまくってとりあえず行くしかないんですかね。ちょっと待って、ミスター落ちた。落ちた。うわ、落ちちゃった。あれ、特に何もないのかな、ここ。あれ、意外。特に何もない洞窟。ちょっと上がっていきましょうか。ここも家の近くだ、多分。あれ、こんなところの洞窟、こんなところっすか。こんなところに行っただけじゃない、なんだかんだ家の近くにだけでした。あれってことでね。はい、ということで今回はちょっと洞窟探検していきました。意外とただ繋がってただけっていうね。なんか宝箱とかね、そういうのはないみたいですね。ちょっと残念でした。はい、ということで今度は何か作ったりとかしていきたいと思います。ということでまたどうぞご覧ください。以上、マソ TV でした。まあ